かなり攻撃的でリスクも負ってますけど、まあ、中央に人数を増やしながらね攻撃仕掛けてますよね。さあ裏にかわして渡井が川口に仕掛けましたが、ここは川口を抜いた、ボールを拾ってクロスが来る、清武越えて岸本、うん、2試合連続ゴール、岸本今日も起用に応えました。徳島ヴォルティス前半22分、先制に成功、1対0。今日もこの男岸本健大爆発、今シーズン3点目。新潟の、ね、ミスからですけどね、はい、うまく入り込みましたね。前で、清武ですかね、1人釣ってその裏ですけどね、ドンピシャですね。こちらのクロスも非常に面白いボールでしたが、ね、いやまさにこの2トップの起用の関係性当たりましたね。そうですね、清武が引きつけて最後は岸本うまく合わせました。今シーズン3点目。